こんにちは、大阪です。ここに何を着たい？私何を着たいしてって、やっぱり自らを表現したからじゃない？あなた歌うの？え？歌うの？歌おうか。ギター持ってこなかったしね。いやりじゃないかや。いやりじゃないかな。そんなギター持ってきたら大気あんな満員満員電車乗ってたらギター潰されちゃうもん。あなた何？私？うん、何して？私自身。私自身、人間、ヒューマン、女の子。で歌うかななんて思ったでも歌うかなと思ってきたら800円もするじゃんね。2人で乗ってくる。2人さ、フライパンしなきゃ。まあそんなことない、一回できる。うん、面白いだろうと思う。あなたは？僕はただの野獣馬だからね。だから俺はここに来た。だからあんたもここに来た。何かな、分からへん。あなたはメイクじゃ何かあるだろうと思ってきたの。あなたはえ何期待してきた？いや、何かおもろいことあるんやね。じゃあ、けどこんにちは。あなたは青野という人はお元気なのですな。だから音ってるわけですか、あれは。ちょっと無断でこって失礼んでください、あなた。困るわけさ。いつ来たんですか、あなた？私昨日です。ああ、そうですか。どっから来た？どっから来たんですか？いや、困るわけです。ちゃんと質問に答えてくれ。そんなやばい、ひのみちゃん逃げたり。だからここに来た。
爆弾を一つポケットに入れて新宿を歩いたら紀伊国屋のあたりで爆発して紀伊国屋が聞いてる間はね、家のことやら学校のことやら会社のことは忘れてもええんやけど、ここに来たっていうことがきっかけみたいになって、帰ってからもそういうことをなんかこう忘れてたらおかしいけど、気にせんように生きられるようになったらもっとええとは思うけどね。そのようなことを歌で吹き込みたいわけ。いや、吹き込むことは要するに、僕だってこういう現実の中に生きてて、僕なりに感じたことを言葉でっていうか、メロディー乗せて歌にして歌うし、聴き手もなんかこういろいろむちゃくちゃしたんでやってきて、まあコミュニケーションは思うけどね。それからそこで何が起こるとかないより、まずまあこう集まってなんとのこうやってみて何が生まれんやろうなということで。何か生まれそうな予感はしますか。まあ一大マスターベーションになるかそうなるかわからんけど、マスターベーションになったってええと思うねんけど、それほど救いがないっていうことや。窓を開けて見るがいい、そこから闇へ抜けるがいい、世の裏は書き者たちよ
ドアを叩いて見るがいい。そこから闇へ抜けるがいい。世の裏若き者たちよ、幻が現実に変わる今、目をつぶらずに耳を塞がずに、その静けさの中で多くの苦しみの声を聞け、思って石を打つがごとく、青の表愛しを打つがごとく、新たなる時代に向けて、新たなる時代に向けて。もう5時間ぐらい彼女の家にいて、ほとんど練習できる時間が1時間ぐらいしかないんですけども、あとはもう紙飛行機を飛ばしたりですね、もうパンツを奪い合いしたりとか、いろいろとそういう激しい遊びで、とにかくゴマを吸って今日まで育て上げたという、私の手塩のかかったグループでして、それでですね、皆さんにこうちょっと一つ遊びを教えてあげたいと、皆さんもさっきからずっと暇そうに座ってばっかりいて、ほとんどうだつが上がってないんじゃないかという気がしますので、一つ遊びを教えてあげたい。遊びを教えてあげよう。それではちょっとやりましょう。はい、せーさん、せーの、せーせーせーのよいよいよい、やらひのひあかん、やり直し、やり直し、もう一回やり直し、はい、笑ったらあかん、笑ったらいけません、はい、それではもう一回やり直します、はい、よーいどん、せーせーせーのよいよいよい、やらひのひだからお化けがひょろひょろ、お化けの後からあまさんがピエピエ、あんたの後からいたずら坊さん、違うやんか、間違うたらか、もう一回やります。ちょっとテンポが早いな、絶対これぐらいでいきましょう、これぐらいでね、よろしいか、3、8、せーせーせー、よいよいよい、柳の下からお化けがひょろひょろ、お化けの後からあんまさんがピーヒョロピーヒョロ、あんまさんの後からおまわりさんがえへんぷい、おまわりさんの後からおっきやさんがオッケーオッケー、おっきやさんの後からいたずら坊主がおんぶして、抱っこしてねんねして、ただぐるまこういうゲームでしたですね。ちょっとちょっともっとあんた、こんな膝立ててあんた偉そうな顔してんの、ちょっとやりながらあんたも、
それではちょっとやります。はい、いいですか。せーの、せっせっせのよいよいよい、柳の下からお化けがひょろひょろ、お化けの後からあんまさんがピーヒョロピーヒョロ、あんまさんの後からおまわりさんがえへんぷい、おまわりさんの後からおけやさんがオッケーオッケー、おけやさんの後からいかざこうずがおんぶしてまっこしてねんねして、あいのくるまあまはい、どうもありがとうございました。これで終わりです。それでは、もう一度西村ひろこちゃんと、いや西村のりこちゃんとひろこちゃんとひたよちゃんと、リーダーの橋田のりひこに拍手を。どうも。はい、帰りましょう。はい、最初に歌いますのはあのご挨拶という歌があります。バンジョーマイク、バンジョーマイク、いやいや仲間内の拍手があります。どうもどうも、やあどうも、いつぞやいろいろこの旅はまた、まあまあ一つまあ一つ、そんなわけで何分よろしく、何の方はいずれ何してその節ゆっくり、やあどうも。ゼニがなる。北から南かいろんな人が毎日家を離れ、容疑者に揺られはるばると大阪まで来るという、田んぼから這いで丹波を流れ豊作を夢見て来たが、どっこいそうは問屋がおろさない、お役人が立ち塞がって言うことにゃ、わかってるだろうが70年は勝負なんだよ、銭がなけりゃ君、銭がなけりゃ帰った方が身のためさ、あんたの国へ、大阪はいいところさ、なめるなら申し分なし、住むなら芦屋に決まってるさ、銭があればね、一等どっか落とそうりゃあんたの勝手さ、だけど妻子恋しさに叫びたりなんてなもってのほかだよ、まして一般人と付き合いたいのなら、そうだよ今いるところが一番いいのさ、俺のこと聞いてりゃまずまずさ、お役人だってテレビでも言ってたよ、銭がなけりゃ君、銭がなけりゃ帰った方が身のためさ、あんたの国へ、大阪はいいところさ、眺めるなら申し分なし、住むなら芦屋に決まってるさ、銭があればね。さあ、おまわりさん、こういう会どう思いますか。
さっぱりわかりませんね。で、どうして？どう言われかね、わからんね、わしんたま。終始もその、どういうあれの方か、わからんもん。うん。どうしてここに立ってんの？いやいや、今整理とるんや。うん。なんて言われて？いや、今日はね、車よく来るというあれでしょ。だから、この、整理やね。坂下の町長でございます。本日は稽古スロバキアの舞踊合唱団一行80余名の皆さんをお迎えすることができまして誠にありがとうございました。この度は国際親善と友好の施設としてはるばる来日され先日日本万国博で公演されたのをテレビで見せていただきましたがその堂々たる演技美しい歌と踊りにすっかり魅了されました。また本日は全日本フォークジャンボリーの招きによって坂下へおいでくだされ本番皆さんの白いことないかと容疑者は
太陽様を急ぐのです。
こ見てた？俺はみんな見てた。みんなの目どこ？わかんない。でね、例えば私感じるのはね、その一つの歌はすごく、まあ3年ぐらい歌ってる歌もあるよね。そういうのはこう自分の中で飽きたりなんかしてこない？もう飽きるような歌作れないからね、私って人は。一生懸命自分で、俺はどっちかっていうと自分のために作ってるから、俺は俺自身のために歌作ってるから、本当はみんなに聴いてもらう歌じゃなくて、俺が歌って俺が聴く歌なんだ。で、3年前に作った歌をずっとこう変わらず持っていられる？うん、もう3年ぐらいじゃないもん、持って長いからね。それをずっと持っていられる？うん、変わらないことはない、人間だからね。どんどん変わっていくと思うけどさ、だけど俺はいつも変わらないでいたいと思う。だから3つぐらいの年のね、幼い頃でいたいと思う。だからいろんな時にもいろんな、今僕は20いくつになって、もう早く嫁さんもらわないとダメだけどさ、だけど俺は18の時が素敵だったから18の時にいたいと思う。それから3つぐらいの時が楽しかったから3つぐらいにいたいと思う。だから前のことが悪いと思うのは良くないし、変わったからどうだってことはないし、俺の中では全然何も変わってないし、みんな同じ時点で並行して、ただ進んでいくものが増えていくだけで、材料が増えるだけで、一緒の台に乗って同じ一直線でまっすぐまっすぐ走っていくから変わんない。
僕たち何か期待してるわけでしょ。そ、分かんないけどさ、何って言えないけどさ、裸で、裸っていうかさ、その僕たちがなんとなく何もかもさらけ出すよね、何かってものは求めてるんだと思うんだけどさ、それが何も起こんないってみたいな、なんか完全に舞台とさ、僕たち自分自身で起こす気っていうのはない。もうできれば起こしたいと思うよできるかな。くよくのはもうやめさ、今日は昨日を超えている。昨日に聞くのももうやめさ、今日を越えた明日がある。なんとでも Sunny。家がたくさんあるので、ここから先
の汽車のトイレは使わぬように晴れ垂れ流しのトイレだから付近の人がとっても困るナンセンスおまわりさんその時あんたが臭くなればきっとするんだろうだけどいつもあんたのやってることはまるで我慢できなくてトイレに行く人とっ捕まえて晴れ垂れ流しのトイレの仕組みは直させようとしないようなものおまわりさんあんたが真面目に働けば働いただけ世の中悪くなるどんどん悪くなる気がするおっ脳みそを入れ替えるんだ辛いことだけど頭に脳みをつけて
りたいぞ。もうええ。これ。散々したときゃ一生しねえと、たわごとくよ。楽しい、楽しい。なんでだろう。うん、そうね、やっぱりたくさんいるっていうことでね、なんか一人一人がね、やっぱりこれがね、私がその夜明けになると一人で歩いていくようにね、なんか今ここでとにかく私の歌聴いてくださいっていう気持ちでいっぱいでね、まあ夜が明けてまだやるかもしれないけども、もし帰るときあったら一人一人歩いていってくださいみたいなね、私も歩いていくわみたいなね、なんかそれしかないみたいなね、だからそういう意味で今たくさんいることは嬉しいし、カモメカモメ笑っておくれ、どうぞ。港町のアバスでいつもドアを開けたままで着替えして、男たちの浮気を引く浮気女、カモメカモメ笑っておくれ、おいらはもうなしまどろす、バラ買う手にもないだから、ドアの前を行ったり来たりしても、恋した女にあっても出ない、カモメカモメ笑っておくれ、心がある夜突然鳴り上がりの男が一人、バラを両手いっぱい抱きかかえて、ほろ酔いで女のドアを叩いた、カモメカモメ笑っておくれ、女の枕元にはバラの花が匂って二人抱き合ってベッドにいるのかと思うと、おいらの心は真っ暗くら、カモメカモメ笑っておくれ、
ツ宿に飛び込んでついにジャックナイフを振りかざして女の胸に赤いバラの贈り物カモメ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  バラは港町にお似合いだよたった一輪雑誌で色もあせる悲しい恋の血のバラだものカモメカモメ笑っておくれカモメカモメ笑っておくれカモメカモメ笑っておくれカモメカモメさよならあばよオーデンのお客さん前にしてどんな感じだった？あのね、歌はメラメラ歌はね、あの普段のなんていうの、普段歌ってるでしょ、わりかしあの声のチューニングとかするのみんなもうなくなっちゃってね、もう例えば馬さから言ったらすごいさ、なんかあの素人みたいになっちゃってね、私が裸になっちゃって裸になってもうだから裸になっちゃった感じ、なんかよくわかんない。夜が明けたら、夜が明けたら、みんなで行こう。夜が明けたら、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 はい。夜が明けたら、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 どうして売れなかったのかね。夜が明けたらどう、はい、夜が明けたら、夜が明けたら、夜が明けたら、音程なんかどうでもいいわさ、どうでもいいや、行こう。夜が明けたら、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 一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい、私のために一枚でいいからさ、今夜でこの街とはさよならね、割といい街だったけどね、夜が明けたら、夜が明けたら、一番早い汽車に乗っていつか噂に聞いた、あの街へ、あの街へ行くのよ、いい人ができるかもしれないし、あの街へ行くみんなあたしに言うの、そろそろ落ち着きなってね、だけどだけども人生は長いじゃない、そうあの街はきっといいよ。ただいまフリータイムです。アマチュア出演希望の方、アマチュア出演希望の方、舞台の左袖で受付やっておりますので、どうぞお越しください。あちゃあちゃあちゃあんか。でも、え？
あなたなんでここに来てんの？僕はですか？僕はここに、ここ、僕が国が来なければ幕が上がらないという、僕はそうなんですよ。そういう人なんですから。よく喋ってたんで、それは僕が来なきゃ収集がつかないわけですよ。そういうことですから。一番最初のグループどこですか？あ、ちょっと出てきてください、一番最初。どうぞ。アマチュアとして出るんでしょ？はい、これから出るんでしょ？はい。なんで出るの？あの、来た以上やっぱ歌いたいし。どうして歌いたいの？今までずっとね、アマチュアで歌ってきたしね、こんな場で初めてね、こんな大勢の中で歌いたかったから。月光仮面というものが頭の中に突然パッとひらめいたもんでね、そいつを題材にして一発やったのかなと思って、別にそう理由なんて言ったってあんまりないんやけど、アホやで俺は。どうも、あなたも今日アマチュアとして出るんです？ええ、そうです。どうして？なんとなくね、なんとなくね。みんな夢立て、みんな夢だなんて、寂しく笑って、でも指さしちゃいけない。だ、自分のその時思ったことをそのまま歌になればいいっていうか、ただそれだけで、 なんかすごいなんか主張してやろうとかそんなんじゃなくて、もしかたまたまそこに可愛い女の子がいればね、その女の子にその時自分がどう思ってたかみたいなような心境を歌いたいなと思うけど、全然思うようにいかないっていうのが現状で。さ、寂しいなっていうことも、いつもなんか、何友達と話したとしてもなんか結果としては一人だなっていう感じで。
流れるような青い雲頬を撫でる青い風真っ赤に燃えた太陽少し夏の日の日しの木陰の二人はただ待って見つめ合い熱い唇重ねた愛をした白い波涙に濡れた白い砂真っ赤に燃えた太陽愛をした白い波悲しさに滲む白い砂真っ赤に燃えた太陽うわ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 した白い波涙に濡れた白い砂真っ赤に燃えた太陽命は一つ人生は一回だから命を捨てないようにね慌てるとついふらふらとお国のためなのと言われるとね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい僕には俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね失礼しましたで終わるだけ命のスペアはありませんよ青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい誰と言われた時には震えましょうよねそうよあたしゃ女で結構女の腐ったので構いませんよ青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい死んで神様と言われるよりも生きてバカだと言われましょうよね綺麗事並べられた時もこの命を捨てないようにね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい
命は一つ、人生は一回だから、命を捨てないようにね。慌てるとついふらふらと、お国のためなのと言われるとね、青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。お国は俺たち死んだとて、ずっと後まで残りますよね。失礼しましたで終わるだけ、命のスペアはありませんよ。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。またそれぞれ嫌な学校とか嫌な家庭とか嫌な会社に戻っていくわけですけど、もうそんなとこ戻っていくら生きようと思ったって僕らもう耐えきれんっていうことはもう分かりきったことで、どうしようもないんやけど、それでもそこに生きていかなしょうがないっていうので、僕もしょうがないで帰りますけど、次に歌うのは昨日も歌った私たちの望むものはっていう歌ですけど、これは僕にとっての私たちの望むものであって、それぞれが生活の中で自分の私たちの望むものをこう叫んでいかなあかんねんなというような気がしますけど、今年はもうよく生き延びたので去年に続いてまた来られましたけど、来年ももし生きてたらここでまた会えたら素晴らしいなと思いますけどキザいやらしい、ちょっとキザなことを言うて泣かせましたけど、誰も泣いてへんっつうの、最後に私たちの望むものはって言った。私たちの望むものは、生きる苦しみではなく、私たちの望むものは、生きる喜びなのだ。私たちの望むものは、社会のための私ではなく、私たちの望むものは、私たちのための社会なのだ。私たちの望むものは、与えられることではなく、私たちの望むものは、奪い取ることなのだ。私たちの望むものは、あなたを殺すことではなく、私たちの望むものは、
なたと生きることなのか。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私の望むものは繰り返すことではなく、私たちの望むものは私たちの望むものは決して私たちではなく、私たちの望むものは私であり続けることなのだ。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは生きる喜びではなく、私たちの望むものは生きる苦しみなのだ。私たちの望むものはあなたと生きることではなく、私たちの望むものはあなたを殺すことなのだ。今ある幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望むものは。私たちの望むものは、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 私たちの望むものは。
私たちの望むものは関西にとって24時間どんな意味がありますか？楽しかったです。最高です。最高というのはどういうこと？10時間はたっぷりだったと思うよね。10時間というのはどういうこと？あ、僕にとっては結局今までの状態においと比べての話ってさ、比較の問題でおいて今までの生活があまりにもあのどういうか停滞してたからさ、それにおけるちょっと11歳ってどういう意味で言われるのかちょっとわからないよね。その青年らしいそのなんかあると思うんだね。なんか叫びたいけどさ、出したいけどそれをどこにそのぶつかっていうかさ、わからないっていうんかな。そういう人たちが集まってるけど、さあ今日のこういう場でね、いや自分たちを思いっきりなんかそのやろうっていうなんかあるような感じするんだね。君は今どんな感想？なんとなく疲れた感じです。今にあんたはきっと言い出すだろう。住めば都さ、豚箱も悪かない。じっと黙ってりゃそのうち出してくれるさ。それで自由になれたのかいよ。あんたの言ってる自由なんて豚箱の中の自由さ。俺たちの欲しいのはこの中でのより良い生活なんかじゃないのさ。新しいお前さ。